300万は大金ですよ。あなた役者の夢を捨てた借金地獄のフリーターが天才のために出会ったヤバい仕事。彼らは信頼できるプロのスマグラーですから。訳ありの物を運ぶ運送屋です。中身は何だった？この世界嫌な奴ほど頼りになるのよ。今この辺一帯が不法投棄の取り締まりやってんだ。どうした？誰だあんた？依頼主だよ。正体不明、伝説の殺し屋背骨さんよ。生きた人間運ぶのかよ。待て！ミスった。積み荷が逃げた。来たぞ。どう責任取るつもりだ。今は暗いけどまだ完全に闇じゃないっていうか。何が前向きだ。お前どっちが前だか分かってんのか。どこにいたって命の保証なんてない。望まぬ日常に埋もれるカスにはなるな。今に集中するんだ。今の僕の役割を。本気の嘘が真実になるように。くそったスマグラー、お前の未来を運べ。